その連結。英語の発音や聞き取りの上達において最も重要なことが日本語の発音習慣からの脱却・切り替えにあることはすでに何度もお話をしました。ここからは英語特有の発音習慣についてより具体的に解説をしたいと思います。英語特有の発音習慣について基礎的な事柄として 音の連結、脱落、同化という三つのポイントがあります。今回はその中から連結について学ぶことにしましょう。連結とは、皆様はすでに一つ一つの発音記号について学びましたので、詩音で単語が終わる場合にも、最後に不要な母音を添えずに発音する要領を 身につけられたことと思います。ある単語が子音で終わり、その直後に母音で始まる単語が追いかけると、前の死音と後の母音が音のつながりを起こすことがあります。これを音声学では音の連結、リンキングと言います。音の連結の例としては、アンとアポーがアナポーと発音されるものがあるでしょう。 英語のアンを日本語的にアンと発音していると次の母音あと連結が起きる理由がないためアンアップルと平気で発音できてしまいますそれは英語の en の音を正しく出していないためであり日本語の発音習慣からの脱却ができていないことが原因です本来英語の n を発音していれば 次に「アポー」という母音で始まる単語が追いかけた時自然と「アンナポー」という連結が起きるものなのですある音を出しない音を出さないという発音の基本を守ってさえいれば音の連結は半ば自動的に発生しますがパターンとして日本人にとって容易なものと少々練習を必要とするものがあります 比較的容易な連結。死因で終わる単語の後に、不要な母音さえ添えていなければ、強く意識していなくても比較的容易に音の連結を起こす例としては、次のようなものがあります。come, in, come in, come, out, come out, sum, up, sum up, 単語が M で終わる場合、上下の唇をしっかり閉じて声帯の振動を保ちます。その唇を開きながら後に続く母音を発音すれば自然と魔行の音になります。もちろん、日本語とは母音の質が違いますので、単純に日本語の魔行になるわけではありませんが、要領としては最も簡単な部類に入るでしょう。 それでは連結を起こした状態でもう一度発音します。come i 単語の末尾が K 音や G 音で終わっている場合、次の母音との連結により家行やが行の音になります。 これも死因の後に不要な母音を発音してさえいなければ自動的にそうなることがわかるでしょう。pick up, pick up.take it, take it.take out, take out.take off, take off.log, ログ log, log, on, log on. 連結を起こした状態でもう一度発音しますピックアップテイケットテイクアウトテイクオフログインロ o オンピー音については 音節の末尾に来ると破裂を起こさずに終わることを学びましたが、後に母音が続きますと唇を閉じたままでは次の母音の発音ができませんので破裂が起きます。つまり、後の母音との連結により音節の頭にある時の発音に近くなります。stop it stop it pop up, pop up, cup of tea, cup of tea, grab, it, grab it. ピヨ音の破裂の強さは前後どちらの単語にアクセントがあるかなどにより多少異なりますが基本的にしっかりと発音を起こして構いません。それでは連結をした状態でもう一度発音してみましょう。 stop it, pop up, cup of tea, grab it.s, S z など摩擦音は、死因でも長く発音しやすいため、後に不要な母音を添えず発音する要領が比較的簡単な方です。pass, it, pass it, this, is, this is, those are, those are。基礎練習としては、まず1515を正確に確実に発音してみて、前の単語の末尾に不要な母音を発音していないことを確認した後、連結を起こした状態を繰り返してみると良いでしょう。では、連結した状態でもう一度発音します。 pass it, this is, those are.f, v の音は日本語にない音ですが、下唇に上の歯を接触させた摩擦音をしっかりと出すことに配慮さえすれば、音の連結は自然に発生します。laugh, out, laugh out. have, it, have it, give, up, give up. 連結した状態でもう一度発音します。l a out, have it, give up. これまで挙げた例については、シーン単独の音をきちんと出してさえいれば、特に難しい点はないと思います。要するに、ポイントとしては、 単語に含まれる母音、子音、一つ一つの音を正しく出すことです。発音の基礎として、まず最初に発音記号一つ一つの音の出し方から学んだのは、それが全ての基本となるからです。日本語の発音習慣が弊害となりやすい連結。子音単独の音をきちんと出してさえいれば、 自動的に連結が発生するという点は同じなのですが、日本語の発音習慣を引きずっているとうまくいかないのが次の例です。un, apple, an apple, in, it, in it, on, it, on it, mean, mean it when I was young when I was young clean up clean up run away run away one of them one of them she 単語の末尾に来るときでも、下先が上歯茎にしっかりと接触して終わります。これを日本語のローマ字、ん、で置き換えないようにくれぐれも注意しましょう。様々な音声学的現象は、すべて英語本来の音を出すことで発生します。日本語の音での置き換えが癖になっている人は、発音記号一つ一つからじっくりと時間をかけて練習してください。 N で舌先を上半ぐに押し付けて終わっていれば、それに続けて母音を発音しようとしたとき、上半ぐに接触した舌先が離れながら母音が発音されますので、自然とな行の音が現れます。日本人が英語の発音で音の連結を練習するとき、まず重点的に練習すべきなのはこの N 音と ポイントの連結でしょう。では、連結を起こした状態でもう一度読みます。An apple.In it.On it.Mean it.When I was young.Clean up.Runaway.One of them. イギリス英語では、 音節が R で終わっていても全く発音されず、次に母音が追いかけるときに限ってそれが発音されますが、アメリカ英語では音節末尾の R も常に発音されますので、後の母音とは必然的に連結されることになります。単語末尾の R で舌先を持ち上げた状態で終わっていますから、それを母音が追いかけることで R の聞こえが強まります。 there are there are there is there is cheer up cheer up far away far away sure of sure of for us, for us。連結した状態でもう一度発音します。there are, there is, cheer up, far away, sure of, for us。その他のシーン、一つのフレーズの中で、 死因で終わる単語を母音で始まる単語が追いかければ、そこに音の連結が発生します。これまでに練習したパターン以外についても、いくつか確認しておきましょう。t の音も、音節末尾では破裂が起きませんが、次に母音が続く場合は、軽い破裂を伴います。Hit, hit, it Hit it p o t on, put on もう一度連結して発音します。hit it, put on L が音節末尾に来るときは dark L という特殊な発音になることをすでに学びましたが、後に母音が続く場合は母音との連結によりもっとはっきりした L の音が現れてきます。 fill, in, fill in, shall, I, shall I これも連結して発音します。fill in, shall ISH の音については特に難しい点はありませんが、くれぐれも不要な母音を間に挟まないように注意しましょう。 push, up, push up シーンプラス半母音半母音というのはシーンの一種ですが実質的に母音に近い響きを伴っているため直前のシーンと連結します one ear one ear for, you, for you.well, you, will you。連結した状態でもう一度発音します。one year, for you, will you。連続的に連結が起きる場合の練習。音の連結が 連続的に起きる場合の練習です。死因で終わる単語を母音が追いかけるとき、その全ての場合に連結が起きるわけではありませんが、意味的なまとまりになっているフレーズでは自然に連結が発生します。慣れないうちは全てを連結させようとせず、二つの単語だけを連結させ、それにもう一つの単語を追加で連結させる要領で練習すると良いでしょう。 Pick it up, pick it, pick it up, cut it off, cut it, cut it off, not at all, not at, not at all. Live in a house. Live in. Live in a house. Live in an apartment. Live in live in an live in an apartment. None of your business. None of None of your business. So the link is a state of Pick it up. Cut it off. Not at all. Live in a house. Live in an apartment. None of your business. 音の連結を習得すると意味のまとまりを持つフレーズがより滑らかに発音できるようになります。また自分自身がそのような発音を習得することでリスニングの上達にも直結します。英文を意味に即して滑らかに発音できるようになることで英文の暗唱もより簡単にできるようになります。加えて書かれた英文を読み取る際にも スピーディーで正確に読めるようになりますので、発音の基礎を学ばない人に比べて、読解スピードは4倍以上のものになってきます。高校の定期試験や大学入試の長文読解などでは、問題を解くスピードと正確さが平均的学生の4倍になりますので、時間的に大きなゆとりが得られるでしょう。 そこまで英語の発音に習熟するためには、まだまだ多くの練習課題を残していますが、最も基本的な事柄から順序よく積み上げて丁寧に習得していってください。英語における音声学的現象として、今回は音の連結について学びました。引き続き、音の脱落や音の動化について次のビデオで学習することにしましょう。